ボートレース平和島6日間の熱戦、今節はボートモーター使い納めのシリーズともなりました。 G3 第31回キリンカップ、いよいよ優勝戦が始まりました。対戦6選手バック側、作戦待機行動は定番順です。1号艇は長田頼宗、2号艇佐々木和信、3号艇山本英史、4号艇深谷智弘、5号艇中村祐介、6号艇山口剛、以上の6選手の対戦です。インコースは1号艇の長田頼宗、人気断然です。前走地からの連続優勝、そして平和島3連覇もかかる一戦。2コースは2号艇佐々木和信、こちらも平和島連続優勝がかかります。3コースは3号艇山本英史、島一人地元勢、約2年ぶりの優勝を目指していきます。後方引いて角1、4コースは人気対抗格4号艇の深谷智弘、今年はすでに5回の優勝がある深谷、平和島初制覇なるでしょうか。5コース5号艇中村祐介、昨日の準優勝戦は攻めるレースを展開しました。3アウト6コースは6号艇の山口剛、当地は SG 制した水面です。スタイルは3対3と分かれました。スタートまでは10秒を切りました。優勝戦第12レース、枠下り3対3、進入地から1番2番3番4番5番6番スタートしました。インコース1号艇の長田、センター3コースは3号艇山本もスリット先行しました。一周1マークへ向かっていきますが、インコース1号艇の長田が押し切っていくか、内側から5号艇の中村、さらには4号艇の深谷も打ちをついて、アウトコースは3号艇山本、向こう上面入っていますが、陰線から1号艇の長田は押し切りました。スリット裏では4艇身から5艇身先行、スタートは前提正常でした。2番手は現在3号艇山本が優勢ですが、すぐ後ろから4号艇の深谷、内側から入っていきます。一周2マーク、さあ2番手らしいですが、アウトコース3号艇の山本が握っていきます。内寄りからは4号艇の深谷、さらに内を通って6号艇山口上がってきました。レースはこれから2周目です。先頭は1号艇の長田が大きく抜け出して、2番手は3号艇山本がわずかに優勢、すぐ後ろから6号艇山口、4号艇深谷が迫って、内側からは2号艇佐々木、混戦ムードですが、2周目1マーク、さあ3番手は6号艇の山口が浮上してきました。ここで体勢は1番3番6番です。先頭は1号艇の長田、2番手は3号艇山本、3番手は6号艇の山口、後方定冠3艇身で、後ろは4番の深谷が4番手、しかし前を追っていきます。レースは2周目2マーク、先頭1号艇長田、2番手は3号艇山本、3番手4号艇深谷も先前を追っていきますが、差し返す6号艇山口がわずかに3番手をリード。上位体制は1番3番6番で最終周回へ入りました。先頭は大きなリードになっています。1号艇の長田頼宗、最終周回1マークを旋回、2番手は3号艇の山本が追走、3番手内側から4号艇の深谷もやってきて、さあここは逆転成功、4番深谷が3番手、上位は1番3番4番で残り半周へと向かっていきます。先頭1号艇の長田頼宗、前走地琵琶湖 G2 戦からの連続優勝が見えてきました。今年は3回目、通算では28回目の優勝、そしてここ平和島3連覇に向ける最終コーナーから直線コース、2番手3号艇山本、3番手4番の深谷がわずかに優勢でゴールへ向かいます。先頭1番長田、優勝ゴールイン、2着は3番山本、3着は4番深谷、ゴールイン、6番山口、2番佐々木、5番中村、ゴールインです。